先ほどからの続きです。2024年3月6日、ホームページは淡井圭介の歴1番から見た方が、分かりやすいかと思います。14時1分、13時35分頃に歩いてという声が聞こえてきて、厳密に言うと32分ぐらいかもしれないですね。で、パソコン、一旦シャットダウンして、で、まあ、唐揚げ弁当買いに、線路沿いを歩いて、で、ほっかほっか亭で、蟻の中町の、唐揚げ弁当のおかずだけ4個入りを買って、また同じところを歩いて帰ってきました。で、それまでのところで、以前も見たことある、まあ、テレビ局業界の関係者の人間でしょうね。格闘技関係の男だと思うんですけども、黒い車、以前も見たことありますね。で、その男は交通事故なのかな、なんかよくわからないですけども、まあ、いました。昔も見ましたね。もう何回も見てます。まあ、警察官が駆けつけていてと。で、その歩いてまでの間で、佳子さまの声で、何年とかそういう声は聞こえてきたんですよ。2024年の、3月6日13時35分頃と、線路沿いを 歩きますっていうことを心の声で伝えたんですけども、結局意味がなかった。で、これを繰り返されてる。で、先ほど外の風は強かった。今もそうですけどね。霧とか見えるところであれば、まあ、あの辺の、まあ、草のところ、まあ、ちょっと揺れてるでしょう。まあ、そこそこ風があります。はあ、おかしいですね。苦しめられてる立場なのに、もともと今日の朝はほとんど風なかったんですよ。もうしんどいですね。まあ、佳子様の声でしんどいっていう声が聞こえてきて、まあ、こちらもしんどいですね。で、そのような方法を選んだのは残念ながらあなたたちです。私はそういう方法を望んでいない。普通にちゃんと言ってる。公開してる。何年の何月に、何時ぐらいにどこそこへ行きますって言って言ってる、言ってますから。で、佳子様や皇室ご一同の皆さんに会いに行きますと、昨年。だけども対応していただけなかった。しんどいです。多分この後、まあ、もう気持ちを一回ちょっと、なんとかしなきゃ、もう耐えきれないんで、もう涙流しそうになってるんで、本当にもう、なぜ生まれてきたんだろうですよ。グレイの曲とか聞いて、ちょっと、リラックスしながら、もう、もうちょっと答えれないですね。以上です。